さっきうんちしたけど、あんただけちょっと汚れたもんね。あ、大丈夫ですよ、あの、うん、あ、ちっちゃいな。はい、お願いします。あ、そうなんですね。ちっちゃいですね。こんなちっちゃいか見たことない。ね、見つけて、でちょうど私が走って行って2分で母さんに遭遇して、その後どこに捨ててあったんですか。その青い小屋の、青い小屋の小さい階段があるんですけど、はいはい、あそこのすぐ横の草むら、もう何も箱にも入らず、よかったですね、タヌキにやられなくてですね。いや、そうなんですよ、あそこタヌキいますもんね。うろうろしてるけど、ちょっと入れよっか。うん、ちょっとじゃあ、ピタンコ入れてきてるので。いや、これちっちゃいな。この2匹がちっちゃい。ねえ、元気がない。未熟児やね。ねえ、ちっちゃいね。これ、50ぐらいしかなくない？あ、泣いてたんですか？小さいと思ってないから。いや、ひどいね。ねえ、もうちょっとね、親が育てた後だったらね。あ、生まれたばかりやね。黒三匹？これキジトラかな。黒三匹、キジトラが一匹。ちっちゃいですね。未熟児ですもんね。5匹産んでるからちっちゃいんでしょうね。さっきうんちしたんですよ。あ、一緒に。猫が。黒3匹やね。黒さん、後ろに。黒さん、後ろに。あ、すみません、ありがとうございました。どうしよう。びっくりしますよね。遠くできないですよね。この子元気ないね、ちょっとね。ちょっと早く帰ろうか。そうですね。いや、でも黒以外はちょっとまだ動き要件が。そうだね、あの黒の子がちょっと弱っとんみたい。うん、飲めんかったらちょっと病院にすぐ走ります。いやー、持たないでしょうね、うん、いや本当に。ちょっと先帰ろうかね。うんうん、ちょっとミルク飲ませよう。すいません、なんかバタバタですけど、ありがとうございます16。ちっちゃいね。最高にちっちゃいね。飲めるかな。Thank you.
十分やない。どうなったかな。一回やめとこうかね。二までは多分。うん、いけると思う。入れてもいけると思う。止まっちゃったかな。このぐらいかな。よいしょ。あ、でもすごい1.5までなんだけど。測ってみよっか。するね。ゆっくりゆっくり。そうそうそう、上手上手。あ、ちゃんと飲みよる。焦らずゆっくりね。ちょっとサポートしますね。よいしょ、上手上手上手。上手上手。茶みたいやね、黒生地やね。ね。めっちゃ黒いね。かわいい、なんか熊みたい。ねえ、熊ちゃん。上手。すごい、めっちゃぐんぐん飲む。すごいすごい。まあ一安心。あ、限界かな。はい。はい、いけたいけた。すごい。すごい。一点も飲んだ。すごい。何？上手。みんな上手。すごいね。うん。とうとうの出番はいらんね。よかったよかった。よかったよかった。69。黒だけどちょっと
茶色が入ってるっぽいね。まあでも黒になるやろね。うん、朝はね、そうにをかろうじて飲ませてもらったかもね。でも、ね、鬼よね。でもね、鬼、本当に鬼よ。こんな炎天下に捨てるとかさ、ね、今日何度だと思ってるの。マジで足かけたね。よかったゴーストマーク、ゴーストマークがありますね。62か。62だ。この子はたまごちゃんの兄弟かもな。いやいやだね。大丈夫よ。飲んでごらん。あ、いやいやだな。ほら、お、おいしい。ほら、来てミルクだよ。ちっちゃいけどね、ちょっとニャムニャムしてもらう。うん、どう？頑張る。うん、来た。あ、来た。すごいな、この子たち。ゆっくりね。吸う力は弱いね、やっぱね、ちっこいから。ゆっくりでいいよ。お、吸い始めた。ゆっくりね。一回止まるよね。もうちょっと飲もうか。もうちょっと飲もう。あと5飲もう。お、吸い始めた。すごいすごい。あともうちょっとで1だよ。もうちょっと行こう。よいしょよいしょ。もうちょっと頑張ろう。いけるか。休憩しながらね。よしよしよし、吸い始めた。今1飲めた。ちょっといけるかな。だからね、1.3 ぐらい飲めたらいいな。おお、無理なくいきましょうね。これで限界かな。限界っぽいね。うん、このぐらいにしとこうか。63.4。3になりかけのにやった件が、そうだね、うん、1.2 か3のことってことよね。ゆっくりだよ。
に飲んだ76。なんか他の子に比べたらね、まあでもその大丈夫やけど、冷たいわけじゃないけどね。気がないね。そう。口から出てしまう。飲み込める？いや、これ点滴かな。ダメだね。石がないね。やばいね。あと少し入れて。この子一番小さかった子かいな。超いいね。待って。
すごい。点滴はさせてもらおうかなと思ってるので、はい、そうですね。でも状態としてはやっぱすごく、厳しいかなとは思うので、そうですね、厳しいですね。一応このまま点滴で低血糖にならないようにするのと、はい、ちょっとしっかり保温してあげて、はい、まあ、あとはそうですね、もうまあ、この子たち次第かなというところになると思うんですよね。もう一匹の子も結構厳しいですが、そうですね、昨日
昨日保護されたんですか、ね、昨日炎天下の中に 5匹、はい、遺棄されてて、2匹は一応あのなんとか頑張ってミルク飲んでくれてて、はい、この子たちも最初はミルク飲んでたんですけど、それがうまくやっぱり消化されてないみたいでですね、飲めなくなっちゃってっていう感じですかね。夜頃保護されてそのまま夜間に帰ってますか、ね、ですね、昨日お昼3時頃保護して、うん、で最初は、3回分ぐらいミルクしっかりみんな飲めてたんですよ、はいはい、自分で、うん、あのちゃんと吸い付いて飲む仕草があって、うん、なのでそのまま授乳続けようと思ってたらあの突然飲めなくなったのがもう夜だったので、うん、はい、すぐ夜間救急に走ってですね、うん、このままちょっとお預かりして、はい、ブドウ糖とまた水入れながら点滴してあげて、はい、ちょっと状態良くなるかどうかちょっと見させてもらってもよろしいですか。はい、うん、万が一もちょっと急変するような場合はちょっともうそのまま見送ってあげる形で、はい、大丈夫ですね、負担はかけずに、うん、ね、ちっちゃいので、うん、そうですね、わかりました。このままお預かりさせてもらって、何かあったらまたご連絡させていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、でもこのまま2人とも預かりますので、はい、よろしくお願いします。やっぱりずっと意識レベルが低い状態だったんですね、はい、でまあ、あの頻繁に呼吸の確認とかはしてたんですけれども、はい、まあ4時45分ですね、もう、呼吸が止まってるのを確認して、でそこで、まあ呼吸不活剤も使ったんですけれども、はい、ちょっと自発呼吸も戻らなくてですね、まあ、そのままあの息を引き取ったような状態になります、はい、で後からお預かりしてるねねちゃんとののちゃんですね、はい、に関してはねねちゃんはすごくこう子猫らしい動きをしてくれてるので、はいはい、ひとまず、まあ、あの頑張れるんじゃないかなと思うんですよね、でミルクは一応2時間おきに飲ませてるんですけれども、はい、まあ、なんか飲みが悪い時もあるんですね、1回に 0.2cc とかしか飲まなかった時もあるんですけど、はい、大体1回に 1cc は飲んでくれてますし、はい、まあ、おしっこもうんちもしてくれてます、はいはい、まあ、頑張ってくれるんじゃないかなと思います、はい、で心配なのはののちゃんなんですよね、一応ミルクは2時間おきに飲んでますし、うん、まあ、飲めてる時はねねちゃんと同じぐらい 1cc 飲めてるんですけれども、うん、ちょっとこう意識がぼんやりしてて動きが悪いんですよね。本当ですか。そうなんですよね、でちょっと体をさすったりしてもですね、あまりこう動こうとしないので、これ
ちの黒猫ちゃんの方ですね。ハモちゃんの方がちょっと心配ではあります。まあ、お預かり中にこう派手な下痢とかはしてないんですけれども、体温も朝7度5分あったのが今6度3分。なので、でまあ、抗生剤と、あとインターフェロンの注射も打ってはいるんですけれども、ちょっと心配ではあるんですよね。で、まあ、追加で治療をするとすれば、まあ、皮下点滴量はそれでも 2cc とか 3cc とかかなり少量にはなりますけれども、水分補給することはできるんですが、まあ、点滴をしたからといって頑張れるかどうかはちょっとわからないので。そうですね、はい、皮下点滴どうしましょうかね。抗生剤とインターフェロンも2人とも、入ってはいるんですけれども、ミルクは一応飲めてはいて、最後に飲んだのが6時15分の 0.5cc。 おしっこと用紙も出てはいます。一応お願いしてもいいですか。わかりました。そしたら皮下点滴してからちょっとお返しさせていただきますね。飲み薬をお出しするのも難しいのかなと思うので、なので夜はまあ大変ですけれども2、3時間おきにミルク飲ませていただいて、明日の状態次第でまた連れてきていただいて注射を、抗生剤とインターフェロンを打つっていう形になるのかなと思うんですけれども、わかりました。明日の状態次第でお越しいただくかどうか決めていただいてもいいですかね。はい、はい、何かご不明な点はありますか。亡くなってしまったこと結構同じ症状、っていうか同じ流れをたどってるからですかね。ね、そうですね。ちょっとこの後、ね、状況が、悪くなる可能性はあるかなと思うんですよね。わかりました。はい、ちょっと体温測定の際に取れた少量の便で便検査を行ってはいるんですけど、原虫だとかあとは細菌だとかですね、腸内環境すごく悪い感じには見えないんですね。あ、本当ですか。はい、ただまあ全身状態が良くないので、ちょっと他のね、兄弟の猫ちゃんたちが同じような経過をたどっているとなると要注意ではあるかなと思いますし、感染症はやっぱり否定はできないのかなとは思いますね。わかりました。じゃあ点滴が終わったらお返しますので、はい、お願いします。はい、よし、頑張れ。一日を乗り切るのがこんなに大変な子って今までおられたね。そうね、ミルクが飲めないわけじゃないのにね、急変していくからどうすることも、どうしようもできんもんね。
指掴んだら少し。はい、うん、ここまで2だよ、これでちょうど ね、はい、およかった、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 上手、上手、上手、もう2で測らんでよかろう、うん、ね、うん、よしよし、寝て寝てた、それは出てきてるね、よかった、よかったね、よかったね。大丈夫大丈夫、ニヤニヤしないよ、うん、ね、大丈夫、はい、ニョムニョムして、うん、かわし始めた、よし、かわしましょう、はいはいはい、ダメダメダメ、うん、ニヤじゃない、ニヤじゃない、ここがミルクだよ、これがミルクだよ、うん、とんでもないよ、まっすぐ、そうそう、これ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 、ほら、ほら、来た、ね、ほら、ほら、おぉ、めっちゃ水曜、よし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 、めっちゃ飲み出した、お、ストップ、限界かな、ね、あ、上下切れてきる、よく飲みました、よく飲んだ、ね、よく飲みました、
4079g、 80、 80g。 寝ちゃうんだけどね。一番ちっちゃいのに、ねえ、よいしょ、ありかな。どうした、どうした、どこ見たの、うん、ちょっと、ねえ、ちょっと、ねえ、つかんないから、よいしょ、よいしょ、82、そうかね、うん、はい、じゃあこの体勢にしましょう、うん、でも友人のこと食べないよ、はい、食してごらん、しっかりとね、はい、やっちゃった、かわいい、頑張った、はい、はい、頑張ったね、この子が育ったら泣くよね、絶対、うん、頑張ってます、頑張った、頑張った、ね、頑張ったよ、みんなの分頑張ろうね、知ってますね、100g 目指して頑張ろう、うん、絶対行きなさい、うん、頑張ろう、はじめまして、ニコ園長だにゃ、はじめまして、チャンシリンだにゃ、いつもニコネコを応援いただきありがとうございます。今日は皆様にお願いがございます。お願いがあるにゃ。現在ニコネコ保育園では TikTok コンテンツを使用しておらず、アカウント及びチャンネルの運営も行っておりません。そうですにゃ。ニコネコやニコネコ保育園の名称を語り、ロゴや YouTube 動画を無断使用した複数のなりすましチャンネルを現在確認しています。なな、んですと。これらの悪質なチャンネルを視聴登録することで詐欺やアカウント乗っ取りの被害も予想されます。登録されている方がいらっしゃいましたら即時解除をお願いいたします。お願いするにゃ。私たちはこれからも一切 TikTok で動画を配信することはございません。これからもYouTube のニコネコ保育園を応援ご視聴いただけると幸いです。幸いですにゃ。よろしくお願いいたします。